それで焼肉に来まして、フードコートで休憩しています。総額でね、7315円でした。総額になっておりましたね。あの分もね、含まれておりました。7315円でね、あれだけの品物食えますからね、私なんかうまく映ってますね。台がありませんのでね。ところですね。電池が持ち上がった。これじゃないですね。サワーでございます。ありましたね。これ私これ結構これ好みなんでね。アルコール入ってませんよ。アルコールは全然ね、2022年になってからまだお酒は飲んでおりません。ですね、だけどね、シャトーブリアンが最高でしたね。あれ私はヒレ派ですよね。他のもの美味しかったですけどね、やっぱりシャトーブリアンはね、あの肉はね、松阪牛の A5 ランクです。間違いありません、ね、そんな嘘ついてたらね、それこそインチキ商売になりますからね。有名ですけどね、松阪ではね。普通のね、黒毛和牛の黒毛和牛でね、表記がきちんとされておりますからね。松阪牛ね、食えてね、よかったですね。いろんな部位ありますが、やはり私はヒレ派ですね。ヒレね、やはりシャトーブリアン、あれ社長もおっしゃった通りです。物のいいものはね、やはり肉食っても美味しいです。物の悪いね、やはりヒレであろうとね、シャトーブリアンであろうとね、言えばね、ぼったくりのね、コープ神戸シャトーブリアンありますけどね、私ところは A3 しか使ってないって ね以前ね、肉のね、店員がね、私に申しましたからね、 A3 と申しましたからね、嘘じゃありません。私が尋ねば、そんないい肉使ってないって、まずいですよね、多分ね。本当に買うのは、ね、無駄ですよ。それでも2000円しますよ、コープ神戸でもね。無駄でございます。もうね、日が薄暗くなりますけどね、まあね、そんな私の足で30分あればね、のんびりと帰れますよね。あれですね、3公演2日目の夜になりますけどね、ね、まだお正月の、まあね、本日三が日は一応ね、3日までが本日三が日ですけどね、まあ三が日がね、1月3日までなんで ね、この音楽はね、明日からは分かりませんけどね、まだまだお正月気分、まだ私は正月ですからね。こちらイオンモール森竹森竹の森ガーデンでしょ。
ニガンモールのね、そうだね、まだね、一生食いましたね、ハズレのクーポン。私1回だけ行ったから。なんかさ、持参いたしますね。これ、ごめん、あれ、何がお菓子いただけるわけね。私はね、もらえるまで何でもらうんですよ。それなりにお金使ってますからね、もらって当然です。遠慮いたしません。関係のないね、神戸ではね、関係のないのがね、すぐにあげるといい、いらない、そんなものはね、いらないなんです、ね、そんなのもらう必要ありませんから、何の関連のね、名刺ないのに。だからね、バカなんですよ、言えば神戸人ね、余計なおせっかいなんです、迷惑でございます。なんだかね、明治があるでこそね、いただいたりね、あげたり、しますからね、面識もないのでね、いただきますから、ね、中に入りましょうか。うん、こちらの相席でのこのアクリル板ありましてね、私一つ感想ですけど、何も遠慮することいらないんですよ。空いてればね、向かい合わせてアクリル板ありますからね、空いてますから、そんなこと言わなくて、堂々としてらっしゃいます、名古屋の方は。もちろんね、自分にも厳しく、人にも厳しいですからね。だけどね、権利は主張されております。どなたもお客様ですからね、着席する椅子ですから ね、そんな密になってね、着席しようとは思いませんからね。本当ね、今向かいに座ってらっしゃいましたしね、今度入れ替わりにね、座りまして、何もね、ここ空いてますから、何も言わないです、言わないでいいです。神戸人はね、余計な声かけしてきますからね、迷惑なんですよ。だからね、私ね、神戸嫌いなんですよ。の後にね、神戸人近寄るな、なんですよ。こちらはね、名古屋市の西区です。西区です、西区久しぶりに参りました。死神地方じゃありません、愛知県名古屋市です。うざいですからね、あのところ。私ね、愛知県名古屋に放火しております。お正月を満喫しております。ね、大間のマグロ食ってね、最近食ってね、松阪牛のね、シャトーブリアンってね、英語の BMS はね、分かりませんけどね、ですが英語ですのでね、高級です、十分です。英語はね、細胞なんですよ。もちろんね、A4 でもね、美味しいですけどね、A4 の中にもいいものはもちろんあります。買うとき読んでね、肉の担当者の主任さんにね、いろいろお話聞いたりしてね、アドバイスいただいてるんでね、読んでね、やはり買うときは買いますよ、ね、それでね、普通ですからね。もちろん高級肉もね、行きますし、いろいろ今日でもね、かつ部位がありますから、いろんな部位ね、切り落としも安いのも食べましたしね。安いので今日で350円ですね、一番安いので。高いもので1900円でしたからね。東京圏内でね、いますからね、今回はまだ地下鉄も市バスもね、乗車しておりません。じゃあお母さんのここで2号台って7号くらいかな。
回転焼き肉ね食いたかったんでね、どうしようかと思いました。まあ、とりあえずね5時からよりもね、昼の方にね回りました。肉食なんですよ私はね。野菜を注文していないですけど、野菜も別料金です。いいですよね、肉なんですよ。トロなんです。肉とトロなんです。トロ肉でございます。痛風のことを、ね、考えたら、ね、何もできませんからね。それこそね、体ね、体力大事ですからね、食わないといけませんから。第一ね、嫌いなもの食ってね、残すより全然ねよろしいです。これはね人の個人差があります。まあこちらね、イオンモール乗りたけでねお話しておりますけどね、イオンでも今日ね買い物を出しました。便利でね、伊勢中川駅のねFM で買える、ファミリーマートでこういうこの感じ、それでね5本分ありますからね、これね、5本分ありますからね、今も1本分過ぎてましたね。まあのんびりとね、できますね。今もうお腹いっぱいなんでね。バスもありますけどね、結局歩きますんで、まあ、ゆっくりと街を見ながらね、名古屋の都会を見ながらね、ここまで歩きました。極端にね、遠いと思いますけどね、逆に地下鉄の亀島駅読み方です。亀島駅からでもね、最寄り駅ですが、だけどそこからでも歩きますからね。今日ね、名古屋駅周辺にね、いろんなところありますね。サブズね、マクツバリ太鼓通り店向かいましたからね。いうことありませんけど、まあ寂しいぐらいですね。こんなね、それぐらいやっぱね。去年の1月回すからね、いろんなところ動き始めますからね。1月4日からはね、本日1月3日の月曜ですけど、まだねお正月さんはね、クリスマスはね、もうその日でもう、ね、年末に切り替わりますけどね、お正月はねなかなかちょっとお正月抜けきれませんね。本年ねお正月はのんびりとね、牛から取れるね旅物語のんびりとね、札幌で倒れましたから、なんといってもね前回の旅行でね、のんびりとねもうしております。ホテルの部屋でね、ゆっくりね休みまして、もう佐々木さん寝てしまいました。お風呂ねもう、まあ、入ると思ったらもうねそのまま休んじゃいました。もうね、キャリーケース持ってね、早く起きて帰ったかな。お風呂今日は入ります。なんかお風呂入ったらなんか気分があまりね、あまり嫌なんだね。
正月明けてからはね、うんざりですよね。今日確かね、1月3日はね、お猫さんもね、今日休みだと思うんですけどね。この、ね、私の動画見てね、いただいててると思います。お猫さんっていろんなお猫さんいますからね。お正月のね、お仕事の方も、ね、本年取られてたんでね、要するにね、全身白い毛のね、ライオンのホワイトタイガーですよね。ホワイトタイガーはね、ライオンですよ。全身白い毛のね、ホワイト、合ってないですけどね。本名はね、虎年ですからね。まあね、猫もね、虎、猫飼う虎ですからね、なんといってもね。もう15分話、16分話してます。私が話すとね、空いてきましたので、私今こう一人なんで。ラッキーはこれね、植え込みなんで。まあ本日のね、牛のね、牛の焼肉の後、あとね、私のイオンモール乗りたけての、ね、雑談とね、休憩して、すぐにね、やっぱり肉食いましたから、すぐにね、あるね、動けないです。お腹いっぱい、ね、休憩してからね、消化不良ね、なんていけませんのでね。音楽とともにね、ここのね、お正月もいいですよ、ね。まあ枠着てればね、枠着てればね、肉食えませんからね。肉食えませんからね、歩くのもね、結構距離あるんでね。まあ着たいですけどね、持ってきてるんですよ、実際。ないことないんですよ。明日も何かね、高島屋で、呉服の祭事あるんで、少し、ね、見たいですね。すぐなんでね、まあ、ホテルからね、なんか混んでますけどね。まあ実際名鉄店もねありましたけどね、私の好み暮れにね、行きたいと思いますね。マックス、新鮮橋マックス、小物は買いましたけどね。ちょうどマックスの社長、有名なね、前田靖子社長いましたけどね。私はもう長くね、存じておりますからね、前田社長ね。もうあの方はもうメディアでね、有名な方なんでね、私のこともよくね、存じておりますからね。その方いらっしゃったね、小物少しね、購入いたしました。枠の方はね、思うのがありませんでしたけどね。なかなかね、赤は少ないですね、実際。明日ね、ちょっと高島、結構ゴミの市と申すんですけどね、ゴミの汚いゴミじゃないですよ。呉服の呉に味と書いてゴミと呼びますけどね、ゴミの市、いろいろね、ありそうなの見てね。周り厚着はね、行えません。高島屋に行った時は暑いですけどね、ホテル、ね、外が少しね、気になりしますけどね。もう目の前がもう新幹線のホーム見えますからね、もうすぐなんで。もうガード駅の構内へ通過するした後がね、高島屋ですからね。まあ便利ですよね、名古屋市はね。
28人です。じゃあね、もう日も暮れてまいります。日没時間です。名古屋少しね、神戸よりも 日の入りがね少し早いです。2、3分の 5分ぐらいでしょうか。少し早いです。東側なんで。少し。日の明るいうちに帰ろうと思います。こちらイオンの憲武の森に参りました。音楽途中ですがね、はいはい、今ね時刻17時30分ぐらいでしょうか。今15分ですね。ではホテルまで帰ります。30分ぐらいで寄り道でもうね、目の前はね、いろんな大きなビル見えてます。こんな感じですね。まだね、3ヶ月、オープンして3ヶ月未満です。昨年の12月、松井県中にオープンいたしました。回転屋に行くね、オープン、知りまして、参りました。ガラスが鳴いております。まだね、都心ですから明るいです。こちら名古屋市営バスです。名駅13号系統ですね。比較するとね、少しは穏やかなね、まあ、降っている状況に来ました。憲武の森、
りたての思い。照明なんですけどね、のりたけ。私が入るとこのようになります。もう免疫に参りました。西区免疫2丁目。明るいですだけどね、出したこの家の近くが暗いです。明るいです、安全ですよね。私ね、苦手なんでね。ああ満足です今日。ミニストップ。明るい通りがありますね。はい、じゃあ名古屋駅の方に、ね、向かいますね。ビルの前まで到着しました。 JR セントラルさん、あちら名古屋市バスです。イルミネーション綺麗です。ただ、JP のビルですよね、これ。
えるような明るいところで、歩きました。なんか顔がうまくね、本日は東海道新幹線東京方面ほぼ満員てか売り切れ状態です。のぞみも最終までね、待つかどうか分かりませんけども、ほとんどの時間帯に、夕方の時間帯はもうこの時間帯ほぼねもう指定売り切れです。自由席も大変ですね。例えばこちらが新横浜までね1時間20分前後、まあ早いでしょ、15分、ね、約まあ1時間15分ですよね、列車に乗りますけどね、15分から20分着水できないのもね。大変ですよね。私ね、新横浜で一度乗車を行いたいですけどね、もう落ち着いてきましたからね。ね、新しいのなんだね、まあ、増えてますからね、慎重にね行わないとね。市バスのバスターミナルからね、まっすぐ発表いたしました。市場ごめん、歩くと少し暑いです。随分とね、35年前の1967年と比べてもうかなりの変化がねあります。ね、森永のね、森永キャラムのね円形の球がありましたけどね、こちらに松坂屋がありましたけどね、名鉄がね、再開発のね、話もあるんですけど、まあ、間もなく再開発が行われるようなんですけど、まだ今のね、状態にはもう少しあると思います。名古屋駅到着です。35分です。
電池ね、消耗してまいりましたが。